倉吉市の商業施設で今日プレミアム付き買い物券の販売が始まりました。実はこちらの施設、今月に入り客が激減。原因は根も葉もない新型コロナウイルスに関するデマでした。今日倉吉市のショッピングセンターパープルタウン、現在開店10分前ですが、入り口には長い行列ができています。開店とともになだれ込む客、お目当ては今日から販売が始まったプレミアム付き買い物券です。施設内にある33の店で使える1000円の買い物券12枚を1万円で購入できるというもので、売り場には長い行列ができました。本ですね。本ですか。本高いんで、あの靴を買ったりとか、あの本屋にも使えるので本やカバンや、はい、考えています。開店直後から買い物券を求める客でにぎわう店内ですが、実はここ最近は客足が激減していたんです。パープルタウンで感染者が出たと聞いたのですが、本当ですか？施設にはこのような問い合わせが相次ぎました。実は今月1日、施設内の店舗スタッフが県中部で感染が確認された人の濃厚接触者であることが分かりました。その後の PCR 検査でスタッフは陰性であることが確認されました。一方、施設はすぐに店内を消毒するなどして経緯の説明と臨時休業する旨を知らせるチラシを店頭に貼り出しました。一番は、まあ、お客様の安全、次に、まあ、従業員、スタッフの、まあ、安全、そしてパープルタウン自体の信頼というのを大切にしております。ところが、このチラシがきっかけとみられるデマ情報が口コミや SNS を通じて広まったのです。まあ、商品などのご連絡でお電話した際に、あのパープルタウンで感染者が出たみたいなのでしばらく行けないというふうに、あのお答えいただいたお客様もいらっしゃったようですね。誠心誠意対応したことが逆に風評被害につながってしまいました。客の数は緊急事態宣言が出ていた時よりも少ない普段の半分程度にまで落ち込みました。アパレル用品を扱うこちらの店でも目に見えて客足が遠のいたといいます。お客さんがそういうデマで減ってしまうと、やっぱり僕らも働いてる側としてはやっぱりちょっと切ないというか、すぐ本当にいろんな人に拡散するんだなっていうのがちょっと今回身をもって知りましたね。施設は店頭やネット上でデマ情報の打ち消しを行っていて、プレミアム付き買い物券で客が戻るきっかけになればと期待します。まあ、うちのお店もそうですけども、だいぶコロナの影響で沈んでいたのが少しでも上がるきっかけになれば大変嬉しいですね。限定1300セットで販売されるプレミアム付き買い物券の有効期限は10月末まで。施設は今後、地元飲食店と協力したイベントを開くなどして、地域のにぎわい復活に努めたいとしています。